ヤッホー、コナンです。今日ですね、妖怪ウォッチプニプニのアプリの更新がありました。そして次のねイベントの情報も入ってきたんで、今日はですね気になる次のねイベントの話をしていきたいなと思います。内容についてはリンク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんのね予想もぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。次のイベントはねあれですよ。本日アプリの更新がありました。そしてアプリアイコンはですね、通常のジバニャンあくびアイコンのままということで、アプリの更新内容はですね、今後開催予定のイベント対応、その他不具合の修正ということで、今回ね不具合いっぱいあったよね。ちゃんと修正されました。そして次のねイベント対応ということで、次はもちろんイベントありますよ。イベントデータベース確認していきましょう。今やっているイベントが5月16日妖魔将棋格行同結四天童子気まぐれゲートと、その前がサンデーとのコラボイベント工藤新一、4月16日汎用の滅竜士オロチシュー、そしてドラゴンウォッチの制作マップでのお宝集めありました。そうなんです、次のイベントはですね、通常のジバニャンのあくびアイコンということは通常営業です。コラボでもありません。ワイガク連動でもありません。ということは今ですね、妖怪ウォッチプニプニで通常営業といったらね、今やっている妖魔将棋もしくは滅竜士、あの竜のイベントね、まあどちらか今2つしかねありません。まあ一応ですね、暴走シリーズもね、まあ、完結はしていないんだけども、まあ最近来ていないし、どちらかといったらね、まあ竜のイベント将棋なので、次のイベントはですね、竜のイベントのね可能性が高い。そしてイベント形式はですね、まあ今ね気まぐれゲート、その前がおはじき、マップお宝集め、気まぐれゲート、プニットショットみたいなローテーションなので、次はですねマップお宝集めもしくはプニットショット、そして最近来ていないワンチャン武道会、このあたりの可能性が高いんじゃないかなと思います。そしてもう一つね注目すべきはニャンボがですね、そろそろ来るんじゃない、ローテーション的にはね。まあ天の川ニャンボがですね6月後半にありました。なのでまあ次ね6月前半なので、まあ次なければその次と、まあどちらかあたりでニャンボが来る可能性が高いと、ちょっとねそこも期待しています。新シリーズ始まりました。汎用の滅竜士ということで、竜をね倒すイベントですよ。新シリーズと書いてあります。シリーズと書いてあるということは単発ではありません。まあ2回3回とね、まあ、続いていくイベントということなんで、これはね来るんじゃないの。2021年の4月後半に始まりました汎用の滅竜士オロチシュウ VS シリュウということで、第1回となる今回は竜竜太が滅竜士を志すきっかけとなった10年前の出来事を描く前日譚ということでありました。ということは次はその10年後のねストーリーになる可能性が高いんじゃないかなと思います。まあ10年後と言いつつね、前回のイベントから1ヶ月しか経っていませんけども、まあそこはいいでしょう。この竜の話にはストーリーがあります。物語の舞台は妖魔界の外れ竜神島。竜神島には10年に一度幾千もの命を奪う大奇祭死竜が襲来する。死竜を討伐できるのは滅竜士と呼ばれる選ばれた戦士たちのみ。滅竜2番隊の若き隊長オロチシュウは死竜を討つべく、滅竜士歴代最強と言われるほど己を鍛え上げてきた。一方主人公竜竜太は当時5歳、
支流討伐に向かう衆を見送るのであった。そうなんです、思い出しましたが、そんなストーリーでしたよ。この竜をね倒しに行く、まあ、まるでねなんとかの刃ちょっと似てるんだけどね、ストーリー的にはね。まあいいんじゃないの。イベントマップで遊んでいるとお宝がドロップすることがあるよ。全然落ちないけどね。お宝には種類があり、それぞれのお宝をすべて集めると妖怪プニアアイテムをゲットできるよ。お宝は横取りでも手に入ることができるから、たくさんプレイして豪華報酬を手に入れよう。マップでのお宝集めね、前回、まあ、マップでの、ね、お宝集めは武道会よりもあまり横取りされにくいので、まあ、僕としては、ね、結構集めやすいイベントかなと思います。まあ、そんな激しい、ね、奪い合いもなく結構サクッと、ね、揃った印象がありました。お宝集めてね、滅竜隊のしばらく、滅竜隊のジバニャ、そして前回はねウォッチ制作があったよね。新たなウォッチ、ドラゴンウォッチを手に入れようということで、まあ、一部のね妖怪のステータスが上がるわけなんですけども、まあ、ドラゴンウォッチが出てきたということは、まあ、それにね対応するねキャラもねこれからたくさん出てくるんじゃないかとね思っています。いきなりこのウォッチ復刻あったりしてね、結構ねこのウォッチ制作はね大変でした。ベゼルね、このただでさえね倒すのが難しいのに HP40% 以上でクリアとかね、無茶ぶりですよ。そしてカケラ、これもですねただでさえ倒すのが大変なダンドリーからね一定確率でドロップ、全然落ちませんでした。どうなんだろうね、もしね次のイベントがプリントショットでなくてマップでのお宝集めであれば、まあ、ウォッチ来る可能性あるよね。まあ、復刻なのかさらなる新しいさ新ドラゴンウォッチとかねなんかまた新しいウォッチが来る、ね、可能性もあります。ちょっとねそこはね楽しみです。前回のね目玉はですね、まあ、イベントマップで手に入る支流だよね。ここがですね、まあ、周回してですね、まあ、技レベルマックス、そしてさらなる限界突破、そしてこの支流なんですけども必殺の秘伝書などのねレアなアイテムを落としたりするんで、まあ、今ね必殺の秘伝書非常に入手が難しいということで、もう周回するねやり込み要素満載でした。さらにこの支流自体もね結構使えるんだよね。必殺技は全消し&3種類の妖怪プニを整理する。スキルはね必殺技を使った後に技ゲージが少し残るということで、まあ、薄ら影ダブルゼータ強いです。前回のイベントでは妖怪大辞典の追加は10体でした。なので今回もね同じぐらいで来るかなと思います。前回はねニャンボがねありました、 MT バウンサー。どうなんだろうね、次もやっぱニャンボあるかもしれません。そしてこうやって見ていくと今まで出てきた妖怪のまあ滅竜隊みたいなちょっと違うバージョンでね来てるんで、今回もおそらく今まで出てきたね妖怪の、まあ、違うバージョン、この滅竜隊バージョンがね来るんじゃないかとね僕は予想しています。そしてやり込み要素としてね強敵ステージ、おそらく今回もね同じぐらいの難易度で来るんじゃないかと思います。地獄ムズです。でまあ地獄ムズとは言ってもね、まあ頑張れば1回ぐらいはねおそらく特攻なしでもね倒せるぐらいの難易度で来るんじゃないかと思います。ただですね、まあ、仲間にして技レベル上げて限界突破していかないといけないんで、結局ですね周回するには特攻キャラがいるっていうね、まあ、前回と同じパターンで来る可能性が高い。だからそこがねちょっといやらしいよね。あれから10年、そうなんです、前回のイベントから10年後、次の竜は、前回はね主竜がね地獄ムズ枠として出てきましたけども、次の竜枠は一体何でしょうか。これはねちょっと皆さんのね予想も聞きたい。僕の予想はですね、やはりワンチャンですねプニナンダ竜王、ナンダ竜王、まあ2体あるんだけど、ということで、まあ、ナンダ竜王がですね、まあ、次の竜枠で来る可能性あるんじゃないの。どうなんでしょうね、ランク Z まで来てるんで来るとしたらダブルゼータ、エンマ竜王、水地 SSS ランク、この辺りがね、
まあ、新キャラのバージョンとなってくる、もしくは青龍シャドウ、まあ、青龍もあります。なので青龍が、まあ、次の龍枠で来るのか、もしくは俺龍、そんなキャラもあるよね。ちょっと可愛くなっちゃうけどね、激ドラゴン、これもドラゴン、保留なんていうねキャラもあります。保留がダブルゼーターで化けてきたらさ、むちゃむちゃ欲しいよね。もしくはですね、龍くん、ロボ龍くん、仕切るんじゃ、このあたりもね龍キャラということで、まあ、ダブルゼーターでね、このむちゃ強くなってぶっ壊れてくる可能性もあります。もしくはですね、大穴としてですね、居眠りドラゴン、スネスネーク、マムシ行事、まあ、この辺りのキャラを龍というのかどうかは別として、まあ、ヘビキャラ、まあ、これがねダブルゼータで復刻してくる、まあ、居眠りドラゴンはねでもファンタシーライフのコラボキャラなんで、まあ、これ来るとちょっとねぶっ壊れですけども、特攻枠はさあ皆さん、特攻枠は何だと思いますでしょうか。まあ龍龍太が来たんで、おそらくねこれなんじゃないかなと思います。前回ですね、龍龍太の幼年期バージョンが来ました。そして今回ね、それから10年後、まあ多分ねっていう設定なんで、まあ幼年期からちょっと成長して少年期、青年期、まあそれぐらいのねキャラで来るんじゃないかなと思います。やっぱ龍龍太はさ主人公だからさ、主人公はおそらく継続して出てくるだろうし、あえて前回ね幼年期っていうのをねカッコ付けでつけてきたってことは、やっぱ成長バージョン来るんじゃないの。もしくはね、これもねちょっと可能性かなりあるんじゃないかなと思います。ずっとね考えていました、龍龍太、龍龍太、龍龍太、峰龍太、おいおいダブルゼーターで峰龍太出てくるんじゃないの。ということは峰さんが来るなら、まあ強敵はアッコさんでしょ。アッコさん強すぎだけどね。アッコさんはさ峰龍太だけじゃ倒せないでしょ。アッコさん来るなら、まあ、出川さんとかね、カンニング竹山さんとかね、まあ出てくる来る可能性もねありますよ。あるか。取り巻きはそうなんです、まあ龍とね、龍龍太ばかりにね、まあ目がいってますけども、その周りに出てくる、前回で言えばまあダンドリーとかね出てきました。だから今回はその取り巻きとしてはどんなキャラが出てくるのか、ブンドリー一家来たんで、まあそのつながりということで、まあバスターズ2からですね、まあ精霊バンバレア SSS ランクで今ありますけども、それがですねバージョンアップしたキャラがね来る可能性があります。長らくですね、まあ精霊バンバレアねバージョンありませんでした。なので精霊バンバレアの新バージョンがね、まあランク Z もしくはダブルゼータできたら、これはちょっと面白くなるんじゃないかなと思います。これバンバレア自体もねかなり個性的なキャラで使えるキャラなんで、まあそれの派生バージョン初ですよ。ちょっとこれは欲しいよね。さあ皆さんはね、次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。以上コナンでした。